3月17日、ついに本日いよいよ発売しました拡張パック、キビオマチ島々、そしてアローラの月光、おめでとうございます。おめでとうございます。はい、皆さん買いましたでしょうかね。どういうものかっていうのをですね、今日は、実際にこの拡張パックをね、どんどん開けていって中身をまあ見ながらね、コメントをしていこうと思うんですが、ただ開けるだけですとあれなので、カッコケコ GX、 これを当てる、負けた方がなんかやるっていうルールで、はい、本日はモンジャラ若林さんと一緒に、はい、この君を待つ島々の方、こちらをですね、開けていきたいと思います。はい、はい、早速じゃあ開けていきましょう。はい、おい、負けた方が 何かやるってあれですか、決めてないですか。な、何やる、まだ決めてないです。あ、わかりました。いや、怖えな。1パック目、はい、開けます。開けます。お、ありがとうございます。じゃあ行きます。はい、はい、1枚目、お、ピクシー、2枚目ロズパス、ね、ロズパス、3枚目、はい、ロズパス、これはナッシーかな、違う、チュリネ、チュリネが、そして、これはバグダムス GX、はい、炎ポケモンですね。そして炎ポケモンの種ポケモンで勝つポケモン GX、 このね、ミッドランク GX って GX 技がすごい強くて、ボルケニオン EX デッキ持っている人はね、ぜひこのカードもね、入れてみてください。あの、すごい炎エネルギーいっぱいつけられるんで、いいカードです。はい、はい、で僕の方は、はい、ゴッジルゼル、アルワロコン、ゴチム、あ、出た、ゴーリキ、はい、エネクジ、昨日紹介したエネクジも当たっちゃいましたね。そろそろ祈ってほしいな、祈っていくか。あ、はい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 、企画落ちた。マジで。一旦じゃあ、カブコケコ GX のモノマネします。カブコケコ GX のモノマネですか。出してもらって、その後、さらにこう、もっといいカードだったら勝ちとかいう感じ。あ、わかりました、はい、お願いします。カブコケコ、いや、にわかでしょ。にわかでしょ。カプーコッコでしょ、泣くときは。1勝目僕勝ちましたけれど、このあとね、残りのポケモン GX が多分入ってると思うんで、まだ出ていないカード、アルラキューコン GX 割った方が勝ち、勝ちでしましょう。わかりました、はい、よーし、はい、負けたくないな、おい、さっ、あ、特に語ることはない、はい、はーい、ここはね、スーパーレアを、あー、えっ、だって、ういうい、うい、は、は、はらですぞ、はらが当たったですぞ。いや、出てくれ、頼む、もうモノマネは嫌だ。はい、ほ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 い、今日は、あ、アローラ急行 GX やった。クリアゲート、このポケモンのテルタメ感を全て相手のバトルポケモンに乗せ替える、強い、強い、ポネーズはきっと上手いんだろうな。やべ、アローラ急行でしょ、アローラ急行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 。はい、じゃあ次、ジャラランガ GX を当てた方が勝ちだという感じで、はい、はい、さあ、あとはモンジャラさんになんかジャランガ GX が当てられないことを祈るばかりですが、ほい、はい、お、え、はい、来た、ジャランガ GX、 くそやー、マジうそやー、え、嘘、かっこいい、かっこいい、じゃあジャランガ GX の真似、ふぅ、
はい。今のですか？今のジャラナガ GX ですか？今のジャラナガ GX が激アッパー GX を使って相手240ドルじゃないかって。なるほど、見えました。ジジロン、はい、オリキ、すごい、どんどんいきますよ、どんどんいきますよ。超出にくいやつじゃないですかそれ。うっそ、この輝きっこいい、めっちゃすごい、これ僕の負けでした。これでもダブルレア、スーパーレアの上にある、さらに上のハイパーレア、かっこいい、相当レアですよこれは。はい、というわけで今回2人で1ボックスずつ開封しまして、かなり大勝利な感じになりましたね。すごい豪華。はい、僕でもかっこいいゴジックさっきやったっけからね、ハイパーレアですか、ハイパーレアの、ハイパーレアのカップロジェクトもありますか、はい、じゃあカプーコッコ。